オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。また、リスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けしていきます。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あと1週間ほどで3月に入りますが、まだまだ寒い日が続いていますよね。こんな時、体を内側から温めようと、私は1日に何回もホットドリンクを飲んでいますが、皆さんはどうですか？そもそも、温かい飲み物、フランス語ではどういうでしょうか？そうですね。ボアソンショード。ボアソンショードと言います。飲み物を表すボアソン。これは女性名詞ですから、熱いという意味の形容詞、ショードの語末に必ず女性のうをつけて、でを軽く発音しますので、ボアソンショードとなります。ホットドリンクの代表格はコーヒー。フランス語ではもちろんカフェですよね。では、紅茶はどう言いますか？その通り、テと言います。とても短いですよね。フランス人にとってはテといえば紅茶。緑茶の場合は緑のを表す形容詞を後ろにつけてテヴェーと言います。ちなみにコーヒーも紅茶も男性名詞です。他にもフランス人がよく飲むホットドリンクにはハーブティーがあります。フランス語ではどういうかご存知ですか？実はこのように書いてティザンヌと発音します。真ん中の S は母音に挟まれているので Z の音になり、ティザンヌとなります。フランスには実にたくさんのハーブティーがあるので、ご旅行の際はぜひスーパーや食料品店に足を運んでみてくださいね。紅茶やハーブティーのパックはとても軽く日持ちするので、旅行のお土産に最適です。しかも最近はパッケージのデザインに可愛らしいものが増えているので、特に女性には喜ばれると思います。最後にカフェでドリンクを注文するときのポイントをお伝えします。皆さん、飲み物を表す名詞は液体、数えられない、量で捉えるので、部分冠詞ドゥラをつけると勉強されたと思います。でもカフェで飲み物を注文するとき、例えばコーヒー一杯くださいという意味の適切なフランス語はこのように書いてアンカフェシルブプレ、アンカフェシルブプレ、またはJe prends un café. Je prends un café. のように不定冠詞をつけます。なぜでしょうか？これは一杯のコーヒー、つまり数えられる一つのカップに入った飲み物を指しているので、不定冠詞をつけてアンカフェ。紅茶だったらアンテ。ハーブティーだったらユヌティザンヌと言います。もし部分冠詞をつけて Je prends du café と言った場合、文法的にはもちろん正しいですが、部分冠詞がついていることで量に限りがないので、カフェやレストランで決まった量で提供される飲み物としてはイメージに合いませんよね。というわけで、外で飲み物を注文するときは迷わず名詞に不定冠詞をつけましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルの日本人講師、響先生のご紹介です。では早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日皆さんにご紹介するのは、フランス人がよく使う一言ですが、先ほどお話ししたホットドリンクに絡めた表現です。でも意味は全く飲み物とは関係ないんですよ。まずはその表現を言いますね。このように書いて、Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé. 直訳すると、それは私の紅茶一杯ではありません。一体どういう意味で使われるんでしょうか。もちろん、紅茶が入ったカップを指さして、Ce n'est pas ma tasse de thé ということもできますが、この場合は、目の前に紅茶がない時に使われるとどういう意味になるかというのがポイントです。実は話題になっている物事を指して、それは私の得意分野ではありません。または、それはあまり好きではありません。興味がありません。という意味でよく使われる表現なのです。例えば、テーマとなる名詞を文頭に置いて、文学は私の得意分野ではありません。フランス語でどう言いますか？そうですね。La littérature, ce n'est pas ma tasse de thé. La littérature, ce n'est pas ma tasse de thé. では、庭仕事はあまり好きではありません。フランス語で？その通り、Le jardinage, ce n'est pas ma tasse de thé. Le jardinage, ce n'est pas ma tasse de thé. と言います。最後に、この表現はどうして、ma tasse de thé、紅茶のカップなのか、気になりませんか？コーヒーではいけないのでしょうか？由来を調べたところ、この表現は19世紀のイギリスで生まれたそうですね。英国は紅茶の国ですから、コーヒーではなく紅茶が選ばれたのは頷けますよね。このちょっとした疑問が解決したので、これからは迷うことなく、Ce n'est pas ma tasse de thé と言いましょう。簡単で覚えやすいですから、ぜひ会話で使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアントー。ミワ先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部では、昨年11月よりオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセでレッスンを開始されている響先生を私野瀬祐介がご紹介します。2015年よりフランス語を講師として教えている響先生、ネイティブスピーカー並みに自然なフランス語を操りながら、生徒様に最大限フランス語で話す機会を与え、的を得た実践的なアドバイスを行います。学生時代は音声学を専攻されていたので、発音矯正も得意としています。穏やかで落ち着いた雰囲気のため、生徒様がリラックスできる環境を作り、その中で和やかに効果的なレッスンを行います。実際にご受講いただいた生徒様からは、フランス語のモチベーションが下がっていた時に響先生と話せたおかげでやる気が出ました、今まで気がつかなかった発音の癖を指摘してもらい、説明も分かりやすく先生に褒めていただくとモチベーションが上がりましたと、大変ご好評いただいております。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。こんにちは、アンサンブル・アン・フランセ講師の響と言います。僕は言葉と音楽が好きなので、語学では発音を大事にしています。皆さんと一緒にフランス語の勉強できるのを楽しみにしています。 Bonjour, je m'appelle Hibiki, professeur chez Ensemble en français. J'aime la langue et la musique, donc je donne de l'importance à la prononciation dans l'apprentissage de langue. J'ai hâte de faire votre connaissance et à très bientôt sur Skype. Au revoir. メッセージからも講師の人柄や物腰の柔らかさが伝わってきますね。モチベーションが上がる響先生のレッスン、皆さんぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。